五代銅から見た、中禅寺湖中禅寺は、栃木県日光市の中禅寺湖畔、歌ヶ浜にある、天台宗の寺院である。世界遺産に登録された、日光山林王寺の別院であり、坂東三十三観音霊場の第十八番に位置づけられている。寺殿によれば七百八十四年、日光山の海祖である、小動商人が船で湖を遊覧していた際に、古城に、 千寿観音の姿を監督し、桂の木に流木のまま千寿観音像を刻んだ。この立木千寿観音菩薩を本尊として、中禅寺が開かれた。当初は、二良山の神社の神宮寺として、南大山東拝口近くに建立され、札楽山中禅寺とされた。本尊は、その本寺観音堂に祀られた。脇寺として、 源の頼朝が寄進した四天王像が祀られた。日光は、女人金世の霊場だったため、女性は、いろは坂の途中の、女人堂から本尊を要拝した。1141年、藤原厚光が、中禅寺式を表す。1315年、人志清氏により中禅寺の大造営が行われる。 1872年、神仏分離により、林王寺別院となる。山内の女人牛場金星解禁。1902年、大仙津波により壊滅的被害を受け、現在の地に再建される。この時、観音堂が古城に押し流されたが、本尊は無傷のまま古城に浮かび、現在の観音堂に祀られることとなった。ABCDFGHIJ 坂東三十三章、観音巡礼法話と札書案内万道札書、霊状改編、時書房、1987年4月8日、日光山中禅寺の徹底取材列歩。ありがとうございます。